蜘蛛の巣帰り道、うちは蜘蛛の巣を見つけたんです。まあなんて大きな蜘蛛や。うちは邪魔やから蜘蛛の巣を壊しました。蜘蛛はぽとりと落ちました。うちは怖くなって逃げ出しました。その夜、うちはなかなか眠れませんでした。うちは罪悪感を感じていました。うちは食卓にいました。パパとママは何か言うことはないかと言いました。うちは何も言うことはありませんと答えました。パパはそうかと悲しい顔をしました。ママは涙を流してもう終わりだと言いました。私たちの家が壊されたのと言いました。うちはハッとしました。するとうちの影が伸びて蜘蛛の形になりました。蜘蛛はうちに糸を絡めてきました。うちはただごめんなさい、ごめんなさいと叫び続けました。何時間も何時間もクモさんが巣を作る時間以上にうちは謝り続けました。うちは帰り道に立っていました。そこにはもうクモの巣とクモさんはいませんでした。